ーメンが実はこんな感じです。ここがデュアルロックなんですよね。はい、結構このモトローラのロゴのところがちょっとへっこんでます。エンボスになってるね、ネクサスのロゴがね、なかなか凝ってますよこれ。ここに謎の穴が、これはこれ凝ってるんだね。これがあれかな、シムスロットかもしれないね。下に USB があってね。それで USB の電源とボリュームボタンがあるよ。あ、電源ボタンのとこってギザギザになってんだ。なるほどね、感触で分かりやすいよと違いが。左側面は特別なものがないですと。これは、裏蓋は外れないようになってるね。で、バッテリーも当然交換できないよという形です。